プラシーボはイギリスのバンドである。1994年にロンドンで結成。ブリッドポップ期のデビューながらブリッドポップとは完全に趣向きをことにするグラムロックやゴシックロック色の強い音楽性は当時のシーンにおいて異彩を放っていた。その後は徐々にニューウェーブ色を強めている。フロントマンのブライアン・モルコはアイシャドウに 口紅といった女性的なビジュアルメイクを施すことでも知られる。以前ルクセンブルクでアメリカンスクールに通っていたブライアン・モルコとステファン・オルスダルが1994年に地下鉄の駅で再開したのをきっかけに結成。結成当初、ドラマー不在だったため、スティーブ・ヒュイットとロバート・シュルツベルグが交代でドラムを叩いていた。その後、ロバートが正式に プラシーボのドラマーとなったがブライアントの折が合わず1996年に脱退、スティーブが正式に加入した。最初の2枚のシングルはそれぞれフィアースパンダレコードとディセプティブレコードよりリリースされた。その後、バンドはバージンレコード参加のインディーレイベルであるハット、レコーディングスと契約し、1996年にデビューアルバム、プラシーボをリリース。 1997年のナンシー・ボーイ、1998年のピュア・モーニングはイギリスで大ヒットし大きな成功を収める。また、英語なまりの流暢なフランス語でフランスのファンを魅了し欧州での絶大な人気を誇るようになる。ブラック・マーケット・ミュージックではあまり大胆な変化は見られなかったが、2003年にリリースしたスリーピング・ウィズ・ゴーストでは ダンスミュージックやエレクトロニックミュージックの影響を受け、より大胆なアルバムに仕上がっている。デビッド・ボーイの50歳の誕生パーティーがマディソン・スクエア・ガーデンで行われた際には、20th c e n t u ー y b o を演奏。その後、デビッド・ボーイとプラシーボは、Without という i i m n シング i のデュエットシングルをリリースする。ブラック・マーケット・ミュージックからのシングルカットスペシャル、K のリリースに、 A 音楽業界では難色を示したため、最初にオーストラリアでリリースされた。ブライアン・モルコ2004年の秋にシングルコレクション、Once More With Feeling をリリース、またウェンブリーアリーナで一晩だけのコンサートを行った。2005年の9月には、KDE の元メンバーであったダニエル・ウェイトと新しいアルバムをレコーディング。2006年3月にはアルバムからビコーズ。 アイオンチュがシングルカットされた。2006年3月にアルバムメッツがリリースされたが1月にインターネット上にリークされるという事件が起きた。アルバムからはビコーズ、アイオンチュー及びアンフラレットがシングルカットされた。2006年10月10周年記念コレクターでエディションというタイトルのもとデビューアルバムプラシーボがデジタルリマスターで再リリースされた。 このボックスセットには DVD も入っておりミュージックビデオやコンサート、テレビ出演が収められている。2007年4月2003年にカバーしたケイト・ブッシュのヒット曲ランニング・アップ・ザ・ット・ヒルのプロモーションビデオ撮影のためファンを動員することを発表した。2007年10月1日にスティーブ・ヒュイットは音楽的性の違いを理由に再び合体。2008年に スティーブ・フォレストが新加入した。2009年6月8日にオリジナルスタジオアルバムとしては6枚目のバトル・フォー・ザ・サンをヨーロッパではピアスよりアメリカではベイグラントレコードよりリリース。日本版はソリタリーマンレコードよりボーナストラック1曲及びメンバーからの日本ファンへのコメント映像付きで6月3日に世界先行発売された。2017年8月に 上海で開催されるサマーソニックの二日目ヘッドライナーとして一旦発表されたものの出演キャンセルとなった。オールウェイズ・オン・ザ・ラン2007年3月7日閲覧ガブリエーラインタビューウィズ・ブライアン・モールコ2 6 h t t p w w w n y r c k c o m i n t e r v i ewss/.2001/.placeboint2 asp2007 年三月七日閲覧プラシーボボンツユインゼアビデオサイドライン http://www.sidee-line.com/.newscomments php, id イコール2万1961例に、レーシー2008年2月10日閲覧。レーテストニュースストーリーズ、プラシーボワールド、オリジナルの2007年9月30日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/20070930131723/http://www.placebo.co.uk/news/index.html2008 w e b w o r d 年8月7日閲覧オフィシャルプラシボインスタグラム ありがとうございます。